現在1時半です。びっくりしょ今日密着やお疲れ様です。お疲れ様です。ということで、はい、本日は、はい、フェルボローザの一日に密着したいと思います。特に別にね、うん、撮影とかはないっすけど、そういやもう普通にちょっと編集して、うん、予定決めて、うん、髪の毛に行くんだ。そうかけるパーマ当てて、うん、俺は、うん、ねもうモンチッチになってきたんでちょっとかけるの友達のかっちゃん、うん、の美容院行って切ってもらおうと思って、はい、最近フェルボローザハマってることありまして、ね、そう WBC 見てから俺がプロスピにハマったんですよね、うん、最近 S もハマっとったよね。エスポもやっとった。もちろんのストーリーで。ケイスケもやっとる。そう。はい、ということで今 S ランクの確定の中に来たんですね。ちょっと見てくれんか。行くわ、じゃあ。見とってくれみんな。え、バッター、ピッチャーと調子。バッター。バッター。俺のピッチャー結構俺。あ、そうね。うん。俺と一緒や。せーの。選手とかね、俺ら全然わかんないですけど。そう。ちょっとオロチンめっちゃ喋っとるの、右で。これ何も押さないやつ？うん、大丈夫。来るぞ。ワンオレンジやってみて。ピッチャーじゃね。WBC 見てからね、野球がちょっと面白くなっちまって。おもろいよね。そう。今度はバッティングセンターのホームランつまで帰れません、結局。はい、こんな感じで味ができます。はい。すっごい。寝てるね。帰るか分かんない。12ですか ?12 やね。とりあえず、かける行くのはこれ2つやとりあえず。そうやね。俺やってるやつ。入った。昨日チンチンの大きさ上がったんよ。え、ガチでこれより高かったわ。勃起した時。おお。これぐらいあったで。マジ。これだけね。使ったね。使ったなこれ。使えるわけねえやろ。うんこしたくなってきた。行ってきてよ。家族し。うんこ行ってきやす。ちょっとうんこしながらカメラこうやって回る。おい、回すなよ。おい、お前回せって言ったんじゃない。めっちゃキモいやん。シャワーした後の裸体を回せって思う、ね。ちょっと早くしてもらっていいですか。何時出発ですか。2時半。今あと13分で出発。やっべ。美容院に行くんで、どんな格好するか迷ってるんです。別にいいやん、どんなんだよ。じゃあ行きますか。オッケー。そういや。おいっすー。はい。はい。ということで、美容院向かっていきますか。はい。で、ちょっと暑くない？暑い。暑いやんな。うん。行ってくれ。なんか、映えてます。映えてますね。外国行っとる人みたい。そうですよ、これ。そう、上が空いて、そう。鳥の方が落ちやすくなるっていうシステムですね。夏最高層。夏最高層。暑そうやな、でも夏でも。暑そうねって。暗やな。今日でこの間来るやったもん。で、今から美容院行けんけど、俺今ちょっと緊張しとるんよ。なんでな。髪の毛洗ってくれる女の子やろ。多分そうやと思うよ。こういう仕事ついてどれぐらい経つんですか。今年、まだ1年目なんですよ。ああ、じゃあまだ素人ってことや、全然。はい。じゃあ俺でもできるんじゃないかな、同じことが。いや、できますよ、そんな簡単ですよ、結構。そうそう、もう調子乗ったわ、それは。今何歳の？今二十歳です。あ、今二十歳か。はい、次、今年で21になります。なんか飲み行ったりするん？仕事終わりとか。そうですね、たまに行きます。それは普通になんか同僚の先輩とかと？普通に地元の友達とか、高校の友達とか。あ、何？それはもう、はい、やっぱ片町とか行くん？そうですね、駅とか。めっちゃいいやん。ちょ、待ったら、また会ったら声かけてな。いや、ちょっとそれは。え？デブいんで。デブいんで。っていうこの会話からだん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 攻めてって、この飲みに声に発展させようとするゴシャクでした。うわぁ、いや緊張してるんや。え、綺麗な人いっぱいおるわ。マジ大将のエアロンやん。うわ、絶対俺のおかんの綺麗。いや、それは間違いない。桜見に行く今日。夜？うん、夜桜。うん、めっちゃ人おりそうやな。男2人で。うわぁ、売れたら整形して大和よりイケメンになってやろうと思って。どこまで整形するの？全部やろう。ローランド超えてやろう。俺以外がこの辺、俺だけっていう。すいませんでした。じゃ行きますね。はい。すいません。次。待って、俺やばいんやけど。え、やば。なんかハゲてるみたいになってる。
アツシやん。でこれをめっちゃちゃんとしてほしいんやね。あー、オッケーオッケー。ということで皆さん、美容院着きました。皆さん、懐かしのかっちゃんです。うわー、そっか、でも結構クセっけ。そうやね、クセあるね、だいぶ。まあもうこれは帽子ですよ、皆さん、まだ上げてないんで。気にくいやろ。あー、俺、待って、もうさ、お任せでもう。皆さん、かっちゃんバズりたいみたいなんで、概要欄からインスタフォローよろしくお願いします。お願いします。めっちゃいいよ。マイク、しました、マイクトラウトみたい。ショタニ。いいやん、めっちゃ。ごめん、うん、お前じゃなくて、お前の髪型がね。今から僕のパーマです。行ってきます。行ってきます。パーマ地獄へ。はい、はい、この小田先輩がどう変わるのか、皆さん。かかってるけど、ね、今かかってますよ、うん、もっとかかるってことや。だから、スペイン人になるってこと、今から。あ、クリックリのやつや。そう、お願いします。パーマやってもらって、液体かけて10分待ってます。なるほど、はい、お姉さん液体全部使ってましたね。めっちゃ冷てえの。チャーハン作る気持ちでって言ってました。嘘嘘、およそでございます。まあこれあと10分終わって外してシャンプーして終わりです。なるほど、はい、それで待ってきますか。次、めっちゃいい感じじゃないですか。めっちゃいい感じよ。スペインカールベラルーシュです。なんて、スペインカールベラルーシュ、はい、スペインカールベラルーシュ。シャレって、作ったやろ自分で。嘘なん、嘘なん、お前ふざけんな。嘘なん。スペインカール。なんだね、今日は。はい、スペインカールパーマ、はい、なるほど、お前ごしゃどう、ごしゃどう。このバッチバチよ、もうマイクトラウトですから、俺今。かけたパーマかっこいいね、やっぱそっちの絶対いいわ。ありがとうございました。あ、じゃあまたいつも、はい、またお願いします。お願いします。ということで、美容院終了ですね。はい、かっちゃんのインスタは概要欄からフォローしてあげてください、はい、本当にお願いします。昔はやりたい人、今はもう一流の。現在石川県加賀南部に雪崩注意報が発表されています。昔は ETC カードが導入されています。黙れ。いや、かっちゃん上手いね、本当に上手いよ。もうめっちゃいい感じで言ったやん。やばいって、全然今これ暗くて分からないけど。なんかもう全然分かってない。今からバッティングセンター行きます。マジで俺ら WBC に影響されすぎる。そう、はい、とりあえずバッティングセンターに向かいたいと思います。ほい。で、俺はトラウトになるわ、マイクトラウト。待って、俺ゲンダ。ゲンダな、お前ゲンダ顔似てるからな。初任は行け、行けって、おい行けよ。うるさい。めっちゃうるさいんやけど。パスタがさ、ファール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 。全然ダメや。バッティングマジか。ファール。結構速い球。結構速い。これで俺、高原の頭叩きました。ほっぺたが。当たってる、当たってる、当たってる。うわ、あそこ行って。ホームラン行け。あ、打てます。いける。打てます。お、いいね。お、お、ヒットや。ヒットや、今ヒった。あー見た、今の何？めっちゃ見たで、今。嘘、カメラは映っとったわ。スカイピースヤッハロー。すいません。ということで、お花見行こうとしたんですけど、はい、お腹空きすぎたんで、はい、ラーメンカンカさんに行きました。おっしゃー。いや、これでもうね、もう美味しくなかったらもうね、店長ぶっ通していきます。お、ありがとうございます。行きましょうか。はい、全部のせ、僕はすごいね。行っていいですか、先。どうぞ。いいですか。はい、いただきます。あいつもちょうだいやろ。やげんやろ、やげんの取れちゃったの。いただきます。うまいで、うまっ、うまいで。オーナーのおすすめです。うん、この味一緒や。
臭い臭い臭い。いいね、最高っすか。飯を駆け込むと、の海苔で白飯いってほしい。海苔をつけて、フグだよ、俺の好きな食べ方。よいしょ。はい、そしたらゆっくり食べていきますか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕が食べました。ぜひ皆さん、カンカさん来てください。ひながらでカンカです。ということで今から、花見をしていきたいと思います。ちょっと先輩の口の中入ってるんだよ。じゃあいきますか。つなげ、いいって、変わらんて。いや今日のがめっちゃおるで。猫ちゃんから見て、ミャオ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 。エイズになるわ。誰がやねん、エイズとか簡単に言うなよ。声めっちゃでかっ。桜になったらまずは桜になったらまずは。先輩、後ろ桜綺麗っすね。綺麗です綺麗です。人めっちゃ多くないですか。多いです。綺麗やな、普通に。金沢の県道に来てください。今無料開放してるからね。そう、いつまで無料開放ですか。まあ調べていってください。そう、調べて。あの、この、これがいいっていうよね、池に映った桜みたいな。そうそうそう。じゃあちょっとまた見てきますか。はい。ちょ、思ったより暗くて、そうやね、映せないんですよね。でしたしゃあ、野球選手になりたいと思ったことあった。あったよ。あったやん、やっぱ大谷で、まあ、俺ワンちゃん野球やったかもしれない。言われたんや、高校の頃、あの野球部のキャプテンに。うん、ゴシャ野球やったんじゃないみたいな。結構広い場所来たね。はい、うん、あ、ここや、ここ一周するんや。あ、そうなんや。そう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 。ゴシャ、行かねんでいいか。いいやわ運転やし。石川県金沢といえばもう元禄やん。もう何がいいかご覧になるのに。おいおいおい、危ない危ない。観光大使になってるから、もっといいこと言って。素晴らしい。この兼六園はね、はい、あの本当に年がら年中、春夏秋冬、はいはいはい、楽しめます。春夏春冬ってこと。そう、わっさめ。春は桜、夏は池、秋は紅葉、冬は雪。ほら素晴らしい。石が来てどつきましたよ。ちょっと先輩、一回待ってもらっていいですか。お、どうぞ。どうした。まあ、なんか買わんでいいんやったりとかで。いちご飴とかぶどう飴食べたいよ。あと絵面的に食べてほしいね。ああ、そうやね。さらば友よまた旅立ちの途。え、俺さ、一個質問したいこと言っていい、はい、桜とか花火とか、うん、夜景とかでめっちゃ綺麗や、めっちゃ感動するわとか言える人。いや、俺さ、ごめん、マジで言っていい。嘘だろお前観光大使観光大使あかんて。いや、綺麗やと思っとるんけど、心からなんかめっちゃ、うわ、めっちゃ心癒されるわとかはないんや。悪いけど俺からしたらさ、うん、ここに男だけで来とる、女だけで来とる、うん、もうそれはでっかい合コンに参加しとるもんやと思っとる。俺はみんなが壊してます。みんなが一生懸命写真撮ってるのか、桜撮ってて、なんかぶっ壊してます。でっけえ声でもうこれが YouTuber ですね。もうどんだけ恨まれても、うん、来るの遅かっても俺らさ、あれや、探すのって精一杯やってん。ここも屋台、ほら見て、あれんけどね。俺らラーメン食ってきたばっかりなんで。とりあえず車行こうか。そうやね。ちょっとなんかあったら見とこ。あったら見よう。うん。うん、ちょっと歩こう。はいはいはい。次。おっ、結果。ぶどう飴。ぶどう飴。ぶどう飴二つ。はい。やった、やっと食べれる。やっとあったわ、もう。やったー。やっとあった、やっと。はい、ありがとうございます。ごめんみんな、急に屋台のシーンになったけど。買いましたよ、ついに。やっとぶどう飴。いただきます。いや、決勝お疲れ、ぶどう。口の中入ったらぶどうお疲れ。今から食べられるその2つ目のぶどうもお疲れ。うまくね。俺マジ自慢じゃないけど、俺何でも飴にできます。マシュマロとかもできる。ブロッコリーできる。じゃあちょっと作ってほしいね、今度。全然いいよ。マジでマシュマロ。給料ルーティンのオープニングとかで作ったろわ。頼む、次で。マジマジ。これ食べて車戻っていきます、うん、はい、もうここにいようね。うん、でさー、キャー疲れましたね。疲れた、ちょっと口疲れた。ということで、うん、今から僕なんて言ってなかったんですよ。お、僕は北海道行くんですよね。ね、その予定を全く決めてないと、うん、食おうと思います。オッケー。プラス4月の予定を、うん、まあちょっとあの話せん範囲はカットして早送りしたりなんですけど、うん、まずどこ行ったか言ってみようか。これも熊牧場行ったくないよ、とりあえず。海鮮食いたい。
そこ大事やね。北海道といえばやっぱサーモンとイクラじゃない？おお、そうやね。サーモンやね、やっぱり。うん。白。北海道と調べようかな、俺じゃあ。ホテルもな。白い恋人パーク。ここ行くかはちょっとまた、要素だよな。男二人。札幌ビール博物館。行こう。無料やって。行こう。うん。そこだけ飲ましてほしい。は？じゃんけんやろ。ホテルだろ。マジ負けたくないそのじゃんけん。ちょ、これ札幌の方見てたらちょっとコメントお願いします。北海道の方でもいいですね。とりあえずホテル OK。 ホテル OK です。はい、長い。いくらや。待ってこれも買ってない。これとかでいいのか。これをちょっと今ちょっとやっといて、札幌のやつ見てみようか。ああ、はいはい。ということで皆さん、はい、ちょっと俺はまだ話は続くんですけど、はい、これじゃもう取り身はないと思ったんで、あとだからちょっとカメラで本当こんな感じですね、撮影の日は。ということで皆さん、はい、これからもペルポロズよろしくお願いします。お願いします。そんな僕たちを応援してくれる心優しい方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。SNS の登録お願いします。お願いします。コメントどしどしお待ちしております。また。ちょっとまた北海道の動画、うん、5月中旬以降に上がるので、うん、そちらの皆さんお楽しみにお待ちください。はい。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。響き渡ると